やられたな。しばらく寝とけっての。楽しかったでござるよ。
いい加減にしろよ。楽しかったでござるよ。やあ。いらっしゃいませ。気に入った。さ、行くか。ありがとうございました。
グ、時間食っちゃったよ。楽しかったでござるよ。海藤さんに声かけてもらったんです。仲間外れにしないでくださいよ。あら、遠慮なく仲間外れにしてくれていいんだぞ。っていうか、なんでここに集まろうとすんだ。でもいい人ですよね、東さんって。そう言いながらちゃんと場所貸してくれるんだから。ヤクザなめんなよ兄ちゃん。そうやって凄むと、むしろかえっていい人の部分が見えちゃいますよね。なんだと。星野くんって見た目より気も座ってんだね。案外腕も立ったりして。一応空手は三段です。え、喧嘩で使ったことはありませんけど。役者は揃ったみたいだな。ああそうらしい。源田法律事務所の新谷弁護士が殺された。遺体は両目をえぐられてて、その手口からモグラが絡んでる可能性が高い。みんな手貸してくれるか。先端創薬センターか。また妙なとこで妙なもんが出てきたな。八神さんにとっては因縁の場所ってわけ。ああ、新谷が殺される直前、なぜかその創薬センターに電話をかけてた。創薬センターって去年テレビで騒がれてたね。確かノーベル賞ものの新薬を作ってるとかで。ええ、これですよ。ええ、本日は先端創薬開発センターで開発を進めておりますアドデック9の論文が科学雑誌に掲載され、海外を含め多くのメディアの方々にお集まりいただきました。認知症の新薬でアドデック9、センター長の木戸博士がその論文を発表したんです。まだ動物実験の段階ですけど、認知症の実験マウスをほぼ正常に回復させたと。この笑顔でフラッシュ浴びてるのが木戸博士です。神経脳生理学の世界的な権威で、アドデック9論文の筆頭著者。3年前大久保事件の時、センターを案内してもらった。その時から木戸はセンター長だったよ。今はアドデック9の完成に向けて厚生労働省が予算枠を強化してるみたいですね。創薬センターの建物、今度また一気に増築するようです。景気のいい話だな。だがよ、そんなとこにあの新谷がなんで電話してたんだ。それをこれから確かめるんでしょ。センターに問い合わせてさ。てめえ、人の電話勝手に。まず新谷さんがセンターの誰宛に電話をかけたかだね。ああ、それを電話だけでどう聞き出したもんかな。そこは腕の見せどころじゃないの、八神探偵。先端創薬開発センター統合受付でございます。あ、もしもし、私は源田法律事務所の弁護士で新谷と言います。はい、新谷様でございますね。昨日もそちらへお電話したんですが、またその時の方とお話ししたくて。昨
能の者と言いますと、名前はお分かりになりますでしょうか。それがうっかりしてまして、なんとかそちらで分かりませんか。あ、ではご用件は何でしたでしょうか。担当のセクションにおつなぎいたします。要件はですね、大久保新平の事件について、3年前にそちらで患者さんが殺害されたかと思うんですが。あの、失礼ですが、マスコミ関係の方ですか。いえいえ、弁護士ですって。そうですか。ちょっと分かりませんので広報におつなぎします。よろしいですか。ええ、お待ちください。なんかあまりいい手応えじゃなさそうだね。お待たせしました。はい。広報では新谷様から昨日お電話はいただいてないとのことです。そうですか、わかりました。電話じゃ難しいな。もう創薬センターに直接行った方が早い。行けばなんとかなるの。俺も一応センター長とは面識もあるし、最悪無駄足でも構わないんだから。僕も行きますよ、八神さん。ほんじゃ俺は東と松金組の様子でも探っとくか。羽村の頭が消えたままだしな。なんだよ、また勝手に。そんな、そういえばさ、八神さんが無罪にした大久保新平だっけ。今はどうしてるの。拘置所にいる。死刑囚は刑が執行されるまでずっとそこだ。八神さん、面会に行ったりとかは。いや、俺は一度も。なんでそんなこと聞くんだ。大久保って実際どんな人だったのかと思って。結構ニュースでも騒がれた事件だったから。八神さん、大久保を無罪にした時本当はどう思ってたの。マジで無実と思ってた。多分な。でもその後あいつ恋人を殺しちゃったんでしょ。それも八神さんが弁護してたよね。ああ、その時も無実だと思った。大久保はそう言ってた。誰も殺してないって。ただ俺はそれを信じきることができなかった。法廷で彼の無罪を主張するたびにずっと吐き気を感じてた。じゃあ大久保は死刑で当然。もうそのくらいで勘弁してやれや、杉浦。ちょっと立ち入りすぎた。いや、ならいいけど。八神さん、すぐ行きますよね、創薬センター。僕先行ってタクシー捕まえておきますから、公園前通りで待ってます。
何か勘違いしてるのかもしんねえがな、俺はお前らの仲間になった覚えはねえぞ。少しは遠慮しろよ。創薬センターか。妙なとこで古い因縁とつながってきたよな。そう、妙。八神さん、こっちです。タクシー捕まえました。しろや。楽しかったでござるよ。時間食っちゃったよ。楽しかったでござるよ。まで行かれますか。それでは出発いたします。私には聞いてましたけど、創薬センターもなんか大きい組織の一部なんですってね。医療システム産業開発機構でしたっけ。ああ、さっきからずっとその敷地は知ってる。あるとこにはあるんですね。すでにこれだけ立派なのに
例の新薬でさらに予算強化ですよ。どうです、前と変わりないですか？ああ、ちょっと待ってくださいよ、八神さん。何緊張してんだ。お前は俺のお供でいりゃいいんだぞ、八神。八神さん、もう置いてかないでくださいよ。どうかしました？いや、3年前と変わってなくてね。はい？ここは時間が止まってたみたいだ。八神さん、行こう、あそこに受付がある。お約束でしょうか？いえ、源田法律事務所の星野と言います。こちらは同じく八神。昨日神室町で起きた殺人事件のことで来たんですが。は？新谷といううちの弁護士が事件の被害者でした。え？彼は亡くなる前こちらへ電話していたようなんです。その相手がどなただったか調べていただけませんか？申し訳ございません、そういった個人情報にはお答えいたしかねます。ならセンター長の木戸さんと話せますか？以前お会いしたことがあります。弁護士の八神といえばわかるかと。あ、八神さん、あれ木戸さんですよね？加減、あとはそっちでやってもらいたいんだけどね。うちはもう事件のこと全部警察に話してるんだから。いや、センター長、ごもっともなんですが、
どうしてもこいつが事件の現場を見ておきたいというもんで、ま、手短に済ませますよ。調子いいこと言わないでください。俺は納得いくまでやりますよ。あの大久保って男、まだ犯行認めてないの？いや、往生際の悪いやつで。だってあいつの自供した場所から死体が出てんですからね。でしょ？ならパッパと裁判やっちゃってよ。ったく、出入り業者のおかげでほんといい迷惑なんだよな。大臣からも早く収めろって矢の催促でね。大臣と言いますと厚生労働大臣？当たり前でしょう。うちの予算は厚労省から出てるんでね。あの、センター長、ポイントになる場所さえ教えてもらえればこっちで適当に見て帰ります。どうぞお構いなく。勝手にうろちょろされたくないんだよ。だからあとは彼女が案内する。寺沢君、こちらは弁護士の新谷先生と、八神です。寺沢です。よろしくお願いします。じゃあ私はこれで。ありがとうございました、センター長。わざわざ申し訳ありませんでした。それでは枠さんの病室からでいいですか？枠さん？被害者の患者さんですよ。ああ、そうだったな。うん。で、君は寺沢さんね。若いな。下の名前は？あの、私も忙しいので。ああ、行きましょう、新谷先生。なんか不愛想な子だな。俺らは歓迎される立場じゃない。せっかく苦労して弁護士になったのにゃ、たまにはチヤホヤされてえな。少し歩きます。この先がセンター付属の入院棟で、4階に枠さんの病室があります。こちらが枠さんの病室でした。あちらは？そっちの奥は開発研究棟です。新薬の開発をしている。ああ、ゴールドのカードキーがないと入れません。私も持ってませんけど。ゴールドの？一応うちのセンターの心臓部ですから。じゃあ向こうは厳重なセキュリティで守られた別世界ってわけか。行くぞ八神。亡くなった枠さんはこの個室に入院されていました。それはいつ頃から？2年前です。アルツハイマーで。認知症ってことね。アルツハイマーはいくつかある認知症のタイプの一つです。ただ認知症の7割はアルツハイマー病ですから。やっぱり似たようなもんだろ。よし、じゃあ八神、好きなだけ調べていけよ。どこだ？
個室、被害者が亡くなってから他の人は誰も使ってません。患者は事件当日の朝ここから消えていたんでしたね。ええ、殺害されて運び出された。私には分かりませんけど、多分窓ははめ下ろし、枠さんが窓から抜け出したってことはないな。なんだこの窓なら廊下からもこっちが見えるな。もし部屋の中に異変があればみんなすぐ気づく。スタッフが少ないのですぐかどうかは。廊下はよく人が歩いてますけど、認知症患者の方がほとんどなんです。なるほど。廊下からだとどんな風に見えるのかな。部屋に異変があれば廊下から見えるか。部屋の中はもういいだろう、十分だ。そうですね。病室の様子、廊下からもある程度わかるか。新谷先生、ちょっとベッドに寝てみてくれます？おう、ベッドに寝りゃいいんだな。じゃあほら、せっかくだし寺沢ちゃんも一緒に横になってみよっか。はあ、冗談だよ。寝てる人の顔は見えないな、病室の外からじゃ。はあ、なあ、別に新しい手がかりなんてなかったろう。いえ、現場見なきゃわからないこともありましたよ。ふん、もう事件から日が経ってるし、警察もやることやってんだ。大久保新平は黒だよ。本人は無実を訴えてます。でも事件を整理してみりゃその可能性は相当低い。一度事件を振り返ってみるか。ここで一旦事件を整理してみます。おう、望むところだ。よし、いいか、被害者はこの病室の入院患者だった枠光一、66歳。事件当日の朝8時半、
ナースたちが枠の不在に気づいた。枠は認知症患者で、初めは院内のどこかを徘徊しているものと思われていた。しかし見つからず、夕方には捜索願いが出されている。ええ、認知症患者が人目にも触れず一人で外へ出たとは考えにくい。そのため警察は枠が何者かに連れ去られた可能性に注目。センターに出入りする車両を全てチェックし、浮かび上がってきたのが出入りの理念業者大久保新平だった。その後大久保は枠の遺体を山に埋めたとその場所を自供。被害者が病室から消えて3ヶ月後、ようやく奥多摩山中で腐敗した遺体として発見された。死因はおそらく窒息死、ただし詳しくは特定不能だ。ここまでで何かご意見は？八神先生。ありますね。大事な情報が抜けてます。なんだよ。大久保君は殺しについては無実を主張、認めたのはあくまで死体を山に捨てたことだけです。ああ、大事なことといえば、奴が障害の前科持ちってのもポイントだな。恋人を殴って指の骨を折った。それは6年も前の事件です。酔って気が大きくなってたし、まだ10代のガキだった。ガキなら女を殴ってもいいのか？いえ法律が許しても俺が許しませんね。だろ。ただそれで大久保君が今回も有罪っていうのは乱暴すぎます。事件当日のことを大久保はこう言ってる。病棟からシーツを回収してセンターを出たのが午前10時。その時いつの間にかトラックの荷台に被害者の死体が紛れ込んでいた誰がそんな言い訳信じんだ。だからまず弁護人が信じなきゃあのな、この後また大久保と接見だろう。そこで無罪は無理だってはっきり言ってやった方がいいぞ。もうここはいいですか？次は大久保のトラックが止まってた駐車場を頼むよ。寺澤ちゃん、資材の搬入口だっけ？事件に絡んでいる場所はあとそこだけだ。搬入口の駐車場は地下になります。どうぞ。ついてこい。
ガミ、お前張り切りすぎると持たねえぞ。刑事弁護は本当信念っつうか正義感、そういうのが試されんだ。あんま金にもなんねえのによ。なんか人聞き悪いっすよ。いいからほどほどにしとけって。経験豊富な先輩のありがたいお言葉だぜ。はあ、普通の地下駐車場だな。ここ病棟の被害者をトラックへ乗せるとしたら必ず通りますね。そうですね。おう、八神、これ見ろ。リネン業者がシーツを回収するときはこのランドリーカートが使われる。大久保は事件当日もこいつで病室を回ってた。で、この中になら被害者の死体を隠して運び出すことができる。確かに。事件の日、大久保君のトラックが止まってた場所は？